しないと。野菜ほどよくくたで、うまいですね。ちょっと混ぜちゃおうかな、もう。あ、いきなりいっちゃう。うん、いくね。わかんな。うん、いやいやいや、いろんな角度。うまい。いや、うまいなこれ。さすがにうまい。醤油が強い分、そのまろやかにするね、生卵、粉チーズがめちゃくちゃ合う。もうたまに来る感じがいいよね。なんか、うん、豚をね、もう破れちゃう。破れちゃう。あ、柔らか。こいつはいいね。この奥からタレを引き上げた部分と、うん、卵が調合した感じがめちゃめちゃいいバランスですね。しつこくない全然。まあ、オニオンフライもね、うん、マジでいい、マジでうまい。すごい喉が渇く。あれ、お、札幌ね。あ、じゃあ僕も、はい、朝日のノンアルです。ノンアル、ノンアル、いいです。いや、いいね、飲みっぷりが。ああ、いやいや、なんか言うかと思ったけど、もう飲んじゃうんじゃない全部。いや、飲んじゃうって。うまい。いや、うまいわな、それ。マジでうまい。ちょっと僕にいただきますわ。これすごいわ。うん、もう関係ないわ、うん、ノンアルだろうと。結果うまいわ、やっぱり。もうビール飲んだ後にラーメン食ってみ、バカうめ。マジ味噌はね、ちょっとピリ辛なんですよ。うん、うまし。ちょっと俺、追いチーズします。うん、追いチーズ、追いブラックペッパーね。うまっ。家の食べ物とは思えないですね。うん、家なんだよな。そうね。でもこっちも。うん。うん。マイルが。動き動き。うーめ。立っちゃった立っちゃった。いや、その立ちながら食うとじゃなくて、リアクションを立ってやるってことかな。いや。いや。うまい。もう一回食ってから。いや、濃厚。いや、だから違う、その、あの、はい、リアクション。あ、リアクションね。あの、解説じゃん、それ。あ、はいはいはい、衝動で立つもんだから、うますぎる、うわっていう。うん、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 めちゃめちゃうまい。モクモクしながらちょっと下品だから。いやいや、速度的にさ、なるじゃん、まだお手本見ますね。あ、はいはい。
ありえないだろ、飯食ってる時に一回回り込んでの。それ香取君に同じこと言えます？あ、先駆者いたな、あのなんか食い進めていくとね、より混ぜがね、うん、進んでいくんで、ね、より濃厚に食べられて美味しいですね。あとニンニク一応青森のあのでっけえニンニク使ってるからパワーが違うと思います。なかなか香り豊かですけど、はい、Aニンニク、Aニンニクです。うまいな。なんか買っちゃった。え、これは、え、買ってましたっけ。え、麦茶、麦茶です。あ、麦茶、喉乾いたんで一番家だな、うん、めっちゃ、もう家だと確信するもんな、これ、うん、やっぱね、結構コーラの、いや、とってもてよ。ちょっと、これ蓋が閉まっちゃうんですよ、ここをこう押さえてないと。そう、失礼します。麦茶に失礼しますとかいらないのよ、うん、うわ冷てぇどれのおかげか分かんないね。冷蔵庫のおかげなのか、タンブラーのおかげなのか確かに何のおかげなのか分かんないよね。なるほど。マジうめぇわ。ブラックペッパー俺も。あ、いいよいいよ、使いな使いな。ブラックペッパーを喜ぶわ。なるほど、使ってもらって、うん、なんならね、うん、普通の二郎より汁なしとか好きなのよ。僕館内、横浜市民なんで関内二郎が一番好きで、はいはい、なんか関内二郎の汁なしが一番好きなんで、関内二郎自体も汁なしを一番推してるんで、うん、で、ブラックペッパーと卵黄の組み合わせっていうのは関内二郎の系譜でもあると思うんだけど。なるほどね。うん、豚山さんですけど、今回はいや、まだやっぱもう皆兄弟よ、そこは、うん、麺類皆兄弟、麺類皆兄弟そうそうそう、人類も麺類もね。ライオンキングの、いや、シンバのやついいよ、完食ね。はい、ちょっと嬉しい。最後さっぱりするのありだな、本当に。あと麺2、3切れだけど麺いいぜ麺あ、うまい麺いいってマジでうめえ、ありがとめんっつってもういいってあんたに DO の任務ないんだよごちそうさま、ごっつぁん、よっしゃ、めちゃくちゃうまかったね、店、うん、お醤油の方は僕味噌食べましたけど、はいはいはい、醤油感がやっぱり強かったですか。そうね、お醤油がなんかガツンとくる感じ。そう、そこから天地返しした時の醤油の濃さ、うんうん、はいはい、そこに卵とチーズのまろやかさがあって、うん、ものすごいバランスが。なんならマジで俺卵ほんと2個いってほしい。ああ、なるほどね、うん、絡み方は結構やっぱりおすすめですよね。俺も結構序盤で使い果たしちゃったから。はい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 、はい、ああまだこうやって家だとやっぱできるから。ああ、確かによりね、うんうん、2個推奨かもしれないですね、これは。なるほど、というような意見が出ております。いやいや、まあ、あくまでね、まあまあ、個人的なね、個人的な豚山さん、今、これ大塚店さんですけども、はい、郵送自体はまだやってないのかな。で、今回特別に本当にありがとう、我々のためにいただけたということで。テイクアウトの方。そうなんですよ、ね、テイクアウトはやってらっしゃるということで、まあ、まだね、緊張状態が続いておりますが、はい、世の中緊張状態、緊張まあそうですね、そんなに遠出にならない方にぜひともおすすめしたい、うん、方の方とか。そうですね、うん、僕らもちょっとそこまで外には出れず、うん、ね、セブンイレブンを行き来してるだけなんで、本当に本当に一番近いコンビがセブンイレブン、なくなっちゃったら大変なことになるんで、今、まあ、そのセブンはね、そのセブンは本当に、といったところでね、豚山大塚店さんでございました、ごちそうさまでした。Thank you.